平塚市立下水小学校とは、神奈川県平塚市にある公立小学校。平塚市内で生徒数が最大の小学校である。小学校は、夢のゆりかご下水小学校で、下水小 PTA は、子供たちと学校の応援団を合言葉としている。この合言葉をもとに、学校教員や、各委員会、 各サポーターの方々が子供たちの夢を育む安全で豊かな環境を作るために熱心に活動している。2017年から平塚市を拠点として活動している湘南ベルマーレの選手が考案した給食を選手と一緒に市内の小学生が給食を食べるという活動を行っている。河水小学校では湘南平塚七夕祭りに向け七夕飾りの制作を行っており、 毎年全学年からの短冊と数個の飾りが七夕飾りで飾られている。下水小学校は戦後に開校した小学校である。2004年10月15日にはインターネットの掲示板である2チャンネルに人殺しン参上。今日の午後3時に平塚市立下水小学校に参上しますとの書き込みがなされ、同日書き込みに気づいた市民が 市教委に連絡指導校はこの日の授業を午前中で切り上げるなどした。書き込みを行った犯人は21日に出頭し、この事件は解決した。2020年の新型コロナウイルスによる臨時休校期間中には、教諭らが FM ナパサのラジオ番組、先生からみんなに似て子供たちに向けてメッセージを発信した。1951年11月、 効果制定専門委員会によって、現在の効果が制定され、ピアノ購入の披露を兼ねて、効果発表会が盛大に行われた。作詞は、小狐などを手掛けた、勝吉を、作曲は、トンボのメガネなど数多くの作曲を行った、平井幸三郎が担当している。平塚市立浜岳中学校。ありがとうございます。